琴と駅は、北海道札幌市西区琴と二2条1丁目一にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、S03。電報略号はこと。駅と札幌市営地下鉄琴と駅の、一関係札幌市西区の中心駅であり、ホームライナーを除くすべての定期旅客列車が停車する。札幌市営地下鉄東西線にも、同名の琴と駅があるが、 当駅からは約700メートル離れた位置にあり直結しておらず、乗り換え駅とはなっていない。1976年の琴都駅と周囲750メートル範囲。左上が小樽方面。駅舎は琴都に栄町通り踏切側にあり、現在の駅前広場にあたる位置には、貨物上屋の歩く串型貨物ホームと引っ込め線。その外に、貯端場と2本の引っ込め線が見える。 間に中線を挟む、相対式ホーム2面2線を有し、その他県が隊が、ことに栄え通り踏切の右側駅裏に、踏切手前まで補線用側線がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成付近に並走を作っていたトンデン兵の、単願書を受けて開業した。当初は、乗客がある時だけ旗の合図で停車する。 簡易停車場で駅舎は5月に6坪のものが建てられた。戦後に札幌郊外の住宅地として発展するにつれて乗客が数を化した。その後も発展し、現在では郊外というイメージはまるでない。島式ホーム一面二線とホームのない折り返し線を有する高架駅。ホームは隣の総園駅、札幌駅と同様に屋根、壁で覆われている。 北海道 JR サービスネットが駅業務を行う業務委託駅、丁寧駅が管理する。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機設置、またキオスク運営のセブンイレブン北海道、STJR ことに点を有する。駅の出入り口は南西側に開き、東口、西口がある。南の正面には駅前広場があり。 右にことにタワー、正面に伊東洋河道ことに5588がある。北方面には高架下をくぐって裏に回る。運転士への注意を促すため、駅手前には快速停車と表記された目立つ標識が設置されている。これは2000年3月のダイヤ改正以前は当駅に快速列車が停車していなかったためである。 北海道旅客鉄道によると、2019年度の1日平均の乗車人員は1万1592人で、JR 北海道の駅の中で5番目に利用者数が多い駅となっている。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。当駅の南西側は札幌市西区の中心的な繁華街であり、大型店としては伊東洋華道こと2店がある。 北海道道276号こと2停車乗船が駅の南東で函館本線の高架下をくぐり北東から南西に走る。この通り沿いに商店街が約700メートル南側の地下鉄、こと駅まで続いている。周辺は住宅地で高層マンションが林立し、中層の集合住宅も多い。北東側には比較的商店が少ない。昭和初期に 日本食品の缶詰工場と事務所、倉庫などの建築群が建てられた。21世紀初めまで、レンガ作りの工場が喫茶店、レンガの館として、また元倉庫が劇場、コンカリーニとして利用されていた。2007年には当駅のすぐ北側に、電気店の小島札幌こと2店がオープンし、徐々に再開発が進みつつある。近年は、 周辺再開発などで南口にはベルビュータワーことに、北口にはザ・サッポロタワーことにや、プレミストことにスカイクロスタワーなど超高層マンションや商業施設が相次いで建設され、景観が大きく変わった。2002年に利用者増加に対応した改修が行われた。バリアフリーに対応し、エスカレータエレベータが設置されたほか、2004年にはベルビュータワーことに、 伊東洋稼働ことにテント駅とが屋根付きのペデストリアンデッキで結ばれ、冬期間も外に出ることなく行き来することができるようになった。後に2006年に開業した複合商業施設コルテナイアザサッポロタワーことにプレミストことにスカイクロスタワーにもペデストリアンデッキが接続されている。路線は2020年4月1日現在。すべての路線が JR 北海道バス。路線詳細はこと29は、札尊線、その他はことに営業所を参照。札幌市自転車等の放置の防止に関する条例により、2007年7月1日より、当駅周辺は自転車等放置禁止区域に指定された。当駅周辺で駐輪場以外に自転車を止めると、撤去の対象となる。なおこれに伴い、 南口ロータリー内に駐輪場が新たに設置された。ありがとうございます。